自分で言うのもなんだが、名探偵だ。ピカッとひらめく推理で様々な事件に挑んでいる。相棒ハリーとの調査中にトラブルに巻き込まれ、ハリーは忽然と消え、俺は記憶を失ってしまった。その後、街をさまよっているとティムに出会った。なぜかこいつとは会話ができる。俺たちの目的は共通していた。ティムの父親、そして相棒である探偵ハリーを見つけること。ハリーの行方を追ううちにポケモンを狂わせる薬品 R にまつわる犯罪に巻き込まれた。俺とティムの活躍で事件は解決し、ライムシティは救われたが、ハリーは見つからず、今も俺たちは探し続けている。ハリー、お前一体どこに行っちまったんだ。ライムシティの皆さんとポケモンとの新しい共生を考えるため、本日よりポケモン友好週間が始まりました。イベントを記念してライムシティを救ったティム君、ピカチュウ君に勲章。ピカ？ピカチュウ君、すまないね。私の話が長くて退屈したかな？よくこんな時に居眠りできるね。すまんすまん。さて、2年前に起きた R 事件により、ライムシティが掲げるポケモンとの共生という言葉に疑問符がつきました。被害に遭われた方々には心よりお見舞いを申し上げます。あれはアーマーガー。おいおい、こっちに来るぞ。ハワードさん、こちらへ。みんな、早く建物の中に。これ一体どうしたんだ。まさか、あれ。あれ？いや、違う。あの時とは様子が違う。落ち着けよ。あれ？ピカチュウ？甘かの野郎、俺の大事な帽子を奪いやがった。父さんにもらったものだよね。ああ、取り返さないとな。これは市長が落とした手帳。なんか挟まってるな。家族写真か。この子確か市長の演説を不満そうに見ていた子だな。同級生のレイチェルだよ。彼女ってポケモンに詳しいんだ。え？知り合いか？おいおい、俺に紹介しろよ。また現れたな。おい、追跡するぞ。はい。苦労させやがって。うん？おいおい、待てって。あれ？何遊んでるの？遊んでなんかいないぞ。帽子が勝手に動くんだよ。そんなわけないでしょ。あ、な？言っただろ？なしー。取りに行くしかなさそうだね。だね。
よし、ティム、頼むぜ。はいはい。大丈夫？無茶しないでよ。任せとけって。よいしょ、よいしょ。うわっ！うわー！やっと取り返したぜ。苦労させやがって。よっ。やっぱこっちの方がしっくりくるな。そうだね。似合ってるよ。この帽子はハリーとコンビを結成した時に記念にもらったんだ。授賞式を再開いたします。参加者の皆様は会場へお戻りください。あ、早く授賞式に戻らないと。天亀、今日のところは見逃してやるぜ。ありがとう、ティム君。そして相棒のピカチュウ。よ、君たちの活躍で町の人々がどれだけ救われたことか。ポケモンと人間の共生を目指すライムシティにとって、君たちは理想の探偵コンビだよ。さあ、勲章を受け取ってくれたまえ。ありがとうございます、ハワード市長。ご苦労だったね、ピカチュウ君。ああ、俺あっての名探偵だ。ピカピカって勇ましいね。これからもよろしく頼むよ。お兄ちゃんかっこいい。おめでとう、ティム。ティム、今日は立派だったわよ。お兄ちゃんってすごいね。そうかな。お兄ちゃんたちの活躍は誰だって知ってるよ。イーブ誘拐事件に連続化石盗難事件、それにライムタワー立てこもり事件ね。 R 事件なんて映画化されたじゃない。あの映画すっごく面白かったけど、私とお母さんが登場しなかったよね。よくわからないけど、映画には映画の都合があるんじゃない？そうかもね。あ、そうそう、ずっと気になってたんだけど、この子がパパのピカチュウ？そうだよ、今は僕の相棒だけどね。なんだなんだ、じっと見つめて。パパのピンチを何度も救ったそうよ。あ、ピカチュウ、ニュースの時間だよ。アーマーガーの続報があるかも。ああ、視聴者から寄せられた映像によりますと、ライムシティ北東の山中にてポケモンが原因と思われる爆発が確認されました。最近多発しているポケモンによる事故との関連があるとみて、ライム警察と新設されたポケモン保護局が捜査中です。以上、エミリア・クリスティでした。おい、
今の見たか。この事件、父さんと関係がなければいいけど。そうだな。2年前、ミュウツーは、父さんは生きてて諦めなければ必ず会えるって。奴はハリー探しの唯一の手がかりだからな。ピカチュウとコソコソ話、ポケモンに話しかけてるなんてハリーにそっくりね。え？そうなんだ。2年前の R 事件から今まで、僕たちは数々の事件解決に挑み、市長から勲章をいただくことになった。これからも父さんとの再会を信じて探偵活動を続けていくつもりだ。言葉が通じるピカチュウと一緒に。エル、エフン。あ、エルフンがいっぱい。この時期、ああやって季節風に乗ってやってくるんだ。いたずら好きで有名だよね。気に入った家に入っては綿を撒き散らすんだよな。掃除が大変だね。ああ。いるいる。コーヒーの香りが俺を誘ってるぜ。ピカチュウトラップだね。ティム君、ホリデー警部、もしかして父さんが見つかったんですか？すまんな、違うんだよ。実は宝石盗難事件が発生した。ティム君、協力してくれないか？わかりました。ありがとう。現場はこの先にある電子邸だ。すまんがブラッド君を待たせているんだ。私は先に行ってるよ。コーヒーはお預けだな。これはこれは、名探偵のお出ましか。おお、ティム君、待っていたよ。こんにちは、探偵のティム君。あ、いや、ティムさんですね。あなた、警察の方ではありませんわよね。何のご用ですの？ティム、ティム、ティム、ティム。よー、ライボルト、元気にしてるか？俺がお前に何したって言うんだよ。こんにちは。ピカチュウも一緒にお仕事大変ね。こう見えて結構頼りになるんだよ。すごいのね、ピカチュウ。ティム君、お会いできて光栄だわ。ハル事件を解決してくれてありがとう。心から感謝するわ。え？はい。なあティム、2年前の R 事件解決をジェシカは感謝してくれている。
俺たちの仕事も捨てたもんじゃないな。あ、ティム君じゃないか。ルンルンパー。ちょっと待った、もしかして君たちがあの有名な名探偵コンビかい？私は君たちの大ファンなんだよ。そうだ、頼むよピカチュウ君、君の健康状態をチェックさせてくれないかな。痛い。何すんだいきなり。ここがてっぺんか。あれを見てよピカチュウ。なんだ？ここからだとデニスさんの屋敷がよく見えるよ。くま！おお、すごい。すごいな、お前の腕刃物になってるのか。くま！くま！さあ、頼むぜ。悪いが、ちょっとしゃがんでくれないか。よいしょ。よし、いくぜ。消えた宝石、そしてお腹いっぱいのう。どうしたのピカチュウ。そういうことか。よっ、ピカッとひらめいた。盗まれた宝石はあそこだ。大詰めだな。ビシッと決めようぜ。うん。皆さん、お集まりのようですね。急に来てくれだなんて、一体何なのよ。実は、真犯人が分かりました。真犯人？宝石を盗んだのは、バーンズさんじゃありません。はあ、一体誰なんだ。これから順番にご説明します。まずは宝石保管室への侵入方法です。ドアにこじ開けられた形跡はなかったから、鍵を使ったのは確かだが、鍵はガーディが管理している。夫とバーンズ以外、ガーディから鍵をもらうことはできないわ。ああ、そうだな。じゃあ一体やっぱり犯人はバーンズさん？いいえ、違います。犯人はある方法で鍵を入手したんです。本当にそうだったか？ガーディが言っていたことをよく思い出すんだ。犯人は眠り粉を使ってガーディを眠らせ、その隙に鍵を奪ったんです。証拠はあるのかね？もちろん。ガーディの食事で使っているお皿を調べてください。ドレディアの眠り粉が検出されるはずです。
なるほど。保管室への侵入方法は分かった。だが、あの頑丈なケースを短時間で切断するのは不可能とは。あ、確かに。いいえ、可能です。ポケモンの力を借りれば。ポケモン？犯人はエルフーンとコマタナを操り、技を使ってケースを切断したのです。なんと、そんなことが可能なのか。どのように宝石が盗まれたかは分かったよ。でも、バーンズさんの無実は証明されないんじゃないか。実はバーンズさんが無実だという証拠があるんです。このメモはヤブクロンが持っていたものです。え、メモだって。そこにはバーンズさんに罪を着せる計画が書かれていました。え、ということはバーンズさんは無実。じゃあ犯人は誰なんだ。真犯人はこの中にいます。なんだって。オーロラの雫を盗んだ犯人、それはターナーさん、あなたです。え、僕？僕は小刀に殴られた被害者だよ。本当に殴られたんですか。小刀の両腕は刀、切られたようには見えませんが。僕が犯人だと言うなら、宝石はどこにあるんだ。そんなもの持ってないし、屋敷から一歩も出ていないぞ。宝石のありかなら分かっていますよ。それはポケモンです。あなたが宝石を隠した場所、それはウのお腹の中です。なんだって。確かにターナーのパートナーはウだが。今日は見かけないわね。ターナーさん、よく練られた計画でしたが、犯行現場周辺にウの羽を残したこと、そして責任感の強いガーディーを甘く見ていたこと、この2つが命取りでしたね。さあ、ウを呼んでください。よし、俺に任せろ。おお、オーロラの雫、それに保管室の鍵も。もう言い逃れはできませんよ、ターナーさん。一生遊んで暮らせたはずなのに、よく知らない奴と組んだのが悪かったな。やれやれ、ウには宝石を食わせて、自分は臭い飯を食う羽目になるとはな。さあ、行こうか。はい。おいおい、どうしたんだ、ウ。あ、
何してる？早く捕まえるんだ。はい。なんということだ。あなた、ターナー。俺は何も知らないよ。話は署で聞かせてもらおうか。ガディ、お手柄だったな。あ、ピカチュウ、あれ。えふぅ。おう、お前、もう行くのか。またな。はぁ。そういえば、ウの背中を見たか。ああ、光るものがついていた。あんなものは見たことない。おそらくターナーは本当に何も知らないんだろう。この事件には裏がありそうだな。ただいま。おかえりなさい。遅かったのね、二人とも。こんばんは。あら、お客さん。同級生のレイチェル。はじめまして。彼女だったりして。え？だといいんだがな。夕食ができたわよ。それじゃあ、私はそろそろ。あら、よかったら一緒に食べていかない？うん、そうしようよ。二人もこう言ってるし、どうかな。じゃあ、ご一緒させてもらいます。やったー。さあ、召し上がれ。腕によりをかけて作ったのよ。おいしそう。いただきます。母さん自慢のマカロニチーズだよ。これがハリーの大好物のマカロニチーズか。おお、これはうまいな。でしょ。アイリン、大事な話があるんだ。何？別れてほしい。冗談でしょ？ティムとソフィアのことは頼んだ。突然何言ってるの？すまない。ハリー、理由があるんでしょ？ごめん、アイリー。ハリー。大丈夫？ピカチュウ、いきなり寝ちゃうんだもん、心配したよ。俺は眠ってたのか。どう？調子は。ああ、まあな。ピカチュウ。これって。
ミュウツー、あなたたちに伝えたいことがあります。数日前、洞窟にいたところをポケモンたちに襲われました。あ、ニュースで見ました。彼らは何度倒しても何も感じていないようでした。まさか、アールか？いいえ、意志を持たずに操られているようでした。それとハリーも。ハリー？あの光は昼間のウと同じ。二つの事件はつながっている。おそらく間違いないな。オーロラの雫を追うことが謎を解く鍵になりそうだ。うん、そこから追いかけよう。オーロラの雫を奪ったウ、ミュウツーを襲ったスピア、どちらも光る機械が体につけられていた。そしてミュウツーのハリーという言葉、オーロラの雫を調べることで父さんに近づくことができるかもしれない。GNN ニュースの時間です。ライムシティのハワード市長はポケモン友好法案の議会通過に意欲を示しています。ハワード市長は市民の理解を得るために本日より街頭演説を行う予定です。続いてのニュースです。ライムシティでの様々な事件は探偵ティム・グッドマンさんとパートナーのピカチュウさんとの活躍により解決。この度ハワード市長から勲章が授与されました。二人はライムシティを象徴する素晴らしい名探偵コンビとして、さらなる活躍が期待されます。俺たちもすっかり有名人だな。なんだか恥ずかしいね。ねえお兄ちゃん。ん？そのピカチュウってなんだか変わってるよね。変わってる？そうよね。コーヒーを飲むピカチュウなんて珍しいかも。お？なかなかの観察力だな。パパ、どうして分かってくれないのよ。ポケモンは管理すべきものじゃない。悪事に利用する人間の方が問題よ。レイチェル、何度言われても私の考えは変わらない。分からずや。ティム、あれ？雪が降ってる。おいおい、どうなってるんだ？えらく寒いぞ。それもこの辺りだけ。こんなところで何をしてるんだい？いや、すまん。間違えた。ひらめきそうでひらめかない。ひらめくと思ったんだけどな。ごめんな。さてと、一丁登ってみるか。へぇ、やっと着いたぜ。何かあった？ちょっとは休ませろよ。ポケモン使いが荒いな。こいつは
下にあった模様と同じだな。へえ、また登るのか。ピカチュウ、そっちを頼むよ。おう、任せろ。やった！やだ。今すぐ助けてあげるね。いや、せーの。やだ。やだ。頑張れ。やだ。やだレイチェル、おいおい、何やってるん？これはヤドンの尻尾じゃないか。おい、大丈夫か。やだ。そっか、すぐ生えるから平気なのか。やだ。くれるのか。ありがとうよ。やだ。おっ。ギルガルドのレリーフが。やっぱり象の後ろへ道が続いていたんだ。しかし、まさか本当に華麗で開くとはな。うん。やだ。さっきのヤドンだ。きっと教授のことが心配で追いかけてきたのね。そうか、パートナーだもんな。なら自分のペースでゆっくり来い。やだ。じゃあ頼むぜ。やだ。やだ。すごい水の量だね。一体どこから。さあ入った入った。疲れないよ、注意していくぞ。シーヒッター。やっと抜けられたね。ああ、ヒヤヒヤしっぱなしだぜ。さあ、先に進もう。じゃあ、行ってくるぜ。気をつけてね、ピカチュウ。あれ？やっぱり、こうなると思ってたよ。そんなことより、なんとかしてくれよ。おい、まさか俺を蹴り出そうとしてないだろうな。え、蹴れっていうの？せーの。ピカチュウ、あとは任せたよ。やれやれ。お？くぅ、こんなところで立ち往生する羽目になるとはな。おう。
助けに来たことだけでも伝えておかないとな。おいおい、ん、安心しろ、助けに来たぞ。ピカチュウ、一体どこから踊っているのか。ひひひひ、これでバッチリだ。うん。ひどい。ヒヒダルマ、こっちにおいで。いいものあげるよ。早く来ないと食べちゃうよ。ヒヒダルヒヒヒダル、さあ召し上がれ。ひどい、ひどい、ダメ。うそ、ピカチュウ。ダメ、ダメ。とりあえず成功したね。まあ結果オーライだな。どうもどうも。よし、頼むぜ、ヒヒダルマ。ヒヒダル、おーい、ヒヒヒダル、そのヒヒ、さすがだ。さあ、行くぞ。ヒヒダル、やだ。おう、ヤドン。やだ、やだ、やだ、や、やだ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 。壁画の謎、そして行き止まりの迷宮。どうしたの、ピカチュウ。はは、そういうことか。ピカッとひらめいた。氷の壁の向こうに仕掛けがあるんだ。頼むぜ、ヒヒダルマ。ヒヒダル、私は怪しいもんじゃ。この揺れは。ティム君、ここから脱出するためにちょっと知恵を貸してくれないか。はい。教授とティムが組めば脱出方法が見つかるかも。今までの経験から言って、この扉を開ければ外に出られそうだが、この部屋に何か手がかりはないかな。そうか？関係ないと思うぞ。今までの調査で見たものをよく思い出すんだ。
そうか？関係ないと思うぞ。ピッピの石像と足跡が描かれた壁画がありましたよね。おそらくあの壁画はこの部屋の謎を解く鍵なのでは。確かに、ここのタイル、壁画のマス目と一致するな。そうなると私がいた部屋の壁画も関係するのでは。しかしこの部屋には人の石像は見当たらないようだが。壁画に描かれていた人の石像の位置を覚えていますか？もちろん覚えているよ。私は2日間ずっと眺めていたからな。左端の上から2列目に人の石像が描かれていたが。あの壁画の配置をこのタイルに当てはめたらどうでしょう？そうか、この氷の塊か。どうやらお前の出番のようだな。ギャンバ！ヒッダ！シシッダ！こんなところに隠れていたとはな。二つの石像は揃ったが、これをどうすればいいんだ。この類の仕掛けは壁画の中にヒントが隠されているはず。壁画には足跡が描かれていました。あれは石像を動かすルートを示しているはず。そういうことか。動かしてみましょう。さあ、ティム君、頼むよ。はい。どうなってるんだ。何も起こらないぞ。合っているはずなのに。こうやって2体の石像を並べてみると、このポーズには何か意味がありそうだが。教授、遺跡のテーマは人とポケモンの共生でしたよね。ああ、遺跡の装飾品や書物が物語っているよ。答えが見えてきたな、ティム。うん。人とポケモンの共生を表すポーズ。それは互いに手と手を取り合って協力し合うということ。そうか、手をつなげればいいのか。しかし欠けた部分は見当たらない。一体どうすれば。ポケモンの技が使えない？それだよ、レイチェル。僕らには心強い味方がいるじゃないか。邪魔！うん。やだ。俺も入ってるんだよな。しかし、誰に手伝ってもらえばいいんだ？手伝ってもらおう。氷っぽに？なるほど、その手があったか。頼むぜ、氷っぽ。
ありがとう、ティム君。今度私のゼミで特別講師をしてくれないか？すごい楽しみ。はい、はい、あれ、向こうから話し声が聞こえる。いやでも、はい、すみません。氷ポケモンには逃げられるし、たるんでるぞ。あ、ですが隕石回収はバッチリです。早く帰ってこい。だが人使いが荒いんだから。なんだ。おお、探偵ピカチュウ捕まえたら表彰もんだ。おい、お前、無事に帰りたかったらそのピカチュウをよこせ。なんだって。この状況で勝てると思ってる？やだ。逃がすか。ピカチュウ、邪魔。よっしゃ、心身ガンバー。シャキーン、ダメだ。ヒルダム、やる。もう落ちろ。よっしゃ。くそなんとか外に出られたな。教授、無事だったんですね。クリス、心配かけたな。なんだ？あれはミュウツー。何を持ってるんだ。様子がおかしいわ。みんな早く逃げるんだ。こっち。あれはハリー。父さん、お前たち、父さんをどこへ連れて行くんだ。奴らに邪魔をさせるな。シア、一体どうしたんだ。なんでお前がハリーを。
こんなところでポケモンが戦うなんて。やっぱりハワード市長の言ってた通りだ。ポケモンは管理しないと。やばい雰囲気だ。こりゃ早く立ち去った方が。そのようですね。あの人間のことは心配するな。ティム、ピカチュウってミュウツーの知り合いなの？みたいだね。すごいのね。それより父さんの行方を追わないと。父さんを取り戻すためには何をするべきだろうか。街中で起こったこれだけの騒ぎ、警察が何も知らないわけはない。そうだ、ホリデー警部、まずは情報を得ることから始めよう。昨日ママとライムタワーに行ったんだ。すごく眺めが良かったよ。今度みんなで行きましょう。おいおい、俺もか。観光案内してる暇ないぜ。もちろんピカチュウも一緒にね。俺の話を聞いてるのかって言ってもわからねえか。お兄ちゃん、GNN ニュースの時間です。ポケモン絡みの事件が増えています。昨日も多数のスピアがライムシティで出現し、その場にいた市民が危険にさらされました。幸い怪我人はありませんでしたが、現在ライム警察とポケモン保護局が原因を調査中です。またハワード市長は早急に対策を講じると宣言しました。昨日の事件だ。だが白い服の連中については何も触れていないな。それに父さんのことも。もっと情報が欲しいな。あの連中を放ってはおけないからな。うん、ホリデー警部に話を聞きに行こう。なんだ？いやあ、名探偵くん、そしてピカチュウ。ブラッドさん、これは一体。ピカチュウ、器物破損の容疑で逮捕する。はあ？そんな、証拠はあるんですか？悪いな、名探偵。連れて行け。あの、ティム、俺は大丈夫。これは何かの間違いだ。俺の無実を証明してくれ。ピカチュウ！ここはどこだ？やみやみ。運動の時間です。整列して屋上へ移動してください。やみやみ。おい、どうしたんだ？あれ？
体が勝手に。これは。あれなんだ、一体どうなってるんだ。やめわみ。はあ、檻の中で王様気取りとは笑えるジョークだ。レトルレル、檻の中暮らしマニュアルでもあるのか。レトル、ティム君、やはり来たんだね。ホリデー警部、それにバトラー局長。ピカチュウのことが心配なのかな。安心したまえ、保護局は安全な場所だ。きっとすぐに出られるよ。時間だ。おいおい、まだ途中だぜ。どうしたのピカチュウ。勝手に動いちまうんだ。あの光。宝石が大好物って話だが、オーロラの雫って知っているか。やめ知らない。本当に。やめ。いやいや、疑ってるわけじゃないんだ。うわ、何をする。おい、俺はボールじゃないぞ。頼むぜ、レントラー。仕事サボってあんのか。他に何か怪しいところは。ということは、そこを通っていけるってわけだな。ポケモンのか。待てよ、局長のパートナーなんて見たことないぞ。金庫か。おや、こんな時間にこんなところでお会いするとは。あなたはいきなりピカチュウの毛を抜いた。はい、ライムシティの制作ブレーン、科学者のマーロックです。相棒のピカチュウさんはどうしました。コンビ解消ですか。いや、そんなことは。あなたね、パパのところに最近出入りしてるのは。これはこれは、市長の娘さんではないですか。ライムシティも最近は物騒だ。早めにお家にお帰りください。ハワードさんも心配されますよ。ふん、余計なお世話よ。レイチェル、
聞いてほしいことがあるんだ。どうしたの？そんなに改まって。きっと信じてもらえないと思うんだけど、僕はピカチュウの言葉がわかるんだ。バンブーストリートの竹林で迷子になった時、リングマに助けてもらったの。リングマが？ええ、寒さと心細さで泣いていた私を優しく寄り添って守ってくれた。あのリングマは私の気持ちを感じ取って助けてくれた。だからポケモンと人間、心を通じ合わせることができると思うの。ママからもそう教わった。心を通じ合わせる、いい言葉だね。うん。やばい、誰か来るぞ。あそこに隠れよう。さあ、どうぞ。君からの情報で宝石は無事に手に入れたよ。あとはあの女とピカチュウだ。探偵帽のピカチュウでしたら明日護送予定です。そうか、ミスは許されないからな。はもっと金が欲しいなら女のことも頼むよ。お任せください。それじゃあコントロールキューブの様子を確認させてもらおうか。わかりました。バトラーと一緒にいたのは一体誰だったんだ？それに俺の護送は明日だって言ってたな。急がないとまずいな。厳重な警備、そしてキューブ。どうしたのピカチュウ？はは、この手があったぞ。ひらめいた。え？ポケモンたちの力を合わせて脱出するぞ。やっとここから出られる。外れそうにないな。無理か。やめろ。おお、外れてる。やったぜ、俺は自由だ。待たせたな、ティム。ピカチュウ、無事だったのね。バカな、なぜピカチュウたちがこんなところに。さっさと保護するんだ、ブラッド。ピカチュウは返してもらいます。なぜなら、真犯人はバトラー局長、あなただからです。私が犯人？突然何を言い出すんだ。君の相棒がヤドン像を破壊した犯人なんだ。言い逃れできないだろ。しらを切るつもりね。
ティム、最初が肝心よ。それじゃあ俺の無実の証明にはならないな。落ち着いて考えてみるんだ。あの夜、ピカチュウはハイハットカフェにいたんです。コーヒーを飲んでいたのを目撃されています。そんな証言はどうでもいい。決定的な証拠があるからな。警察には監視カメラの映像があるんだよ。これに映っているのは一体誰なんだ？どう見ても君のピカチュウだろ？変身したメタモンです。メタモンだと？行方不明だったメタモンです。パートナーに聞いたところ、変身が苦手で目にした部分しか真似ができないそうです。見てください。これが何だというんだ？背中の模様がないですよね。それは相棒のピカチュウではありません。私とメタモンがグルとでも言いたいのかね？メタモンにはパートナーがいるらしいね。ならば私の指示など聞くはずがないだろう。保護されたポケモンの背中には装置がつけられていました。ポケモンの管理のためにつけたんだ。どこが問題なんだ？あれはポケモンを操ることができる装置です。何を、バカなことを。そういえば装置が光るとポケモンたちが言うことを聞いていたな。君まで何を言い出すんだ。まったく、何を言い出すかと思えばポケモンを操る装置。バカげている。そんな都合のいいものがあるものか。もしあったとしても私が使った証拠はないだろう。もちろん証拠はあります。これです。どうしてこれを。ブラッド、お前か。え、はぐらかさないでください。書類はあなたの部屋で見つかった。つまりあなたが装置を使っていた証拠です。書類だって？何かの間違いだ。私はポケモン保護局の局長。そんなことをするわけがない。そもそも動機がないだろう。もちろん動機は分かっています。これを見てください。あなたは装置を提供したユニタスに保護したポケモンを渡し、多額の報酬を受け取っていた。あなたはポケモンを保護していたんじゃない、誘拐していたんだ。そうですね、バトラー局長。まさかこんな小僧に。相手が悪かったな、バトラーさんよ。ティム、お疲れ様。ああ。ピカチュウも、お勤めご苦労様でした。
みんなには借りを作っちまったな。何にせよ、これで無事に外に出られるね。ああ、うまいコーヒーが恋しいぜ。さすがの名推理だったよ、ティム君。今回は迷惑をかけてしまったね。署を代表してお詫びするよ。ブラッドさん。さあ、バトラー局長、コントローラーを渡してください。どうなってるんだ。あ、壊れてる。証拠品が、なんてこった。局長、いや、バトラー、あなたにはいろいろと聞きたいことがある。さあ、来るんだ。金に目がくらんで、正義の道を見失っちまったな。じゃあ、夕飯の支度はよろしくね。うん、任せてよ。いつものメニューだけどね。あ、ソフィアを呼んでこなくっちゃ。おいおい、アイリーン、指輪落としたぜ。って、俺が言っても無駄か。仕方ない。これは、ハリーの。ああ、行っちまった。これでよかったんだよな。家族のためには、これが一番いいんだ。え？たとえ俺が悪者になってもな。本当のことを話したら、アイリーンは、絶対に離婚などしないからな。お前だけだよ。俺の気持ちを打ち明けられるのは。ビカウェイガ。この指輪は、ハリーが出ていくとき置いていったものなの。もしかして離婚？離婚？いいえ、違うわ。パパはそのつもりかもしれないけど、あの時ハリーは私の目を見ないで話してた。隠し事してる時はいつもそうなの。きっと何か事件に巻き込まれて、家族に危害が及ばないようにと考えたんだと思うわ。母さん。ユニタスの次の狙いは、レイチェルの友人、ジェシカのようだ。明日はバンブーストリートに行き、ジェシカの身の安全を確認しよう。彼女がもし、ユニタスの情報を持っているなら、事件の謎に迫ることができるはずだ。私が入れたコーヒーどうだった？そうだな。ソフィアが入れてくれたんだ。ありがとう。ピカチュウが帰ってきたら飲ませてあげるってずっと練習してたのよ。
ソフィアも心配してたんだね。そんなの当たり前じゃん。家族なんだから。ありがとう、ソフィア。最高のコーヒーだったぜ。うんうん。GNN ニュースの時間です。昨日、ポケモン保護局のウィル・バトラー局長がポケモン誘拐の容疑で逮捕されました。バトラー氏は容疑を大筋で認めており、共犯者の存在もほのめかしています。未だ行方不明のポケモンについてはライム警察が捜索を開始。またハワード市長は今回の事件を重く受け止め、組織の抜本的見直しを行うとのことです。ハワードも大変だな。あんな奴の尻拭いをさせられて。ポケモン保護局の生みの親だからね。あ、なんだ今の声は。この先からだったよね。行ってみよう。いてててててにゃーにゃー。なんだこの暴れポケモンってのは。Rのことかな。俺たちが解決したから必要ないんじゃないか。引っこ抜いてやる。ダメだよピカチュウ。ピカチュウ、ピカチュウ。暴れポケモン出没注意か。ここで間違いないな。怪しいものじゃないぜ。俺はこういうもんだ。な、どうも。ハリー・グッドマンさん、探偵？ん？探偵じゃないぞ。え？名探偵だ。名探偵、ハリー。ん？どうしたんだ？おい、大丈夫か？ピカちゃん！ピカウェガー！ピカ！ピカ！わかったわかった。俺は何もしないぜ。仲間を守ってるんだな。おっと、すまんすまん。ピーカ、ピーカ。見てくれよ、俺はあいつの手当てをしに来たんだぜ。ピーカ、よしよし、おとなしくしてるんだぞ。これを食べればすぐに良くなるさ。ジャブまずかったか。聞いてる証拠だぜ。やじゃやじゃやじゃ。だいぶ元気になってきたみたいだな。さて、問題はヤンチャムをこんな目に遭わせた奴の正体だが、誰かいる。何してるんだ。ピカ、ん？ピカベーカおい待て。ピカ！
なんだ。やれやれ。お前たちここで何をしてるんだ。何って、タケノコ狩りですよ。そうは見えないようだが。あるで黙らしてる。行くぞ。まずい、ピカチュウ逃げるぞ。ピカチュウ。ピカチュウ。ナティム、竹林の匂いとこの風景、ここにいるだけでものすごく心が和むんだ。なぜだろう。この写真に見覚えはありませんか。随分と懐かしい写真ね。これはプロジェクト立ち上げの記念に関係者で撮ったものよ。この場所、やっぱり。あ、どこに行くの。どうしたの、ティム。二人は先に行ってて、後から追いかけるから。そうだよ、間違いない。どうしたの、ピカチュウ。やっぱりここだったんだ。ピカチュウ、もしかして。やっぱりお前か。今のレイチェル。ただことじゃなさそうだ。行くぞ。うん。よう、ゴロンだ。ちょっと頼みたいことがあるんだが、いいか。よっ。サンキュー。イエーイ。よっしゃ、これで100人力だぜ。行くぞ、ゴロンだ。えらく丈夫そうな扉だな。鍵はかかってるのかな。試した方が早いぜ。こいつはびくともしねえな。ピカチュウ。よかった、無事だったんだな。ピカ、ピカ。クラ。あいつまだいるみたいだな。ピカ、ピカチュウ。ピカチュウ、10万ボルトだ。ピカ。
か。やったな。ピカチュウ。やるじゃないか、ピカチュウ。ピカチュウ、ピカチュウ。これで外に出られそうだ。お前のおかげだな。ありがとう、ピカチュウ。すげえな、お前。ピカピカ。おい、大丈夫か？クズ。悪い奴らに利用されちまったな。ん？これは？アンプル？ひらめいた！ビガ！ポケモンが暴れていたのはこいつが原因だ。ビガ、ビガ！そうか、お前もそう思うか。こんなものが出回ったらとんでもないことになるぞ。俺が食い止めてやる。ビガ、ビガ！いろいろと世話になったな。じゃあな。ピカ。ピカ。ビビビビ。来るか。ピカチュウ。そうだ。いいものがあるぞ。似合うじゃないか。さあ、行こう。ピカ！ピカチュウ、ピカチュウ。早く、早く。焦ってもスピードは変わらないぞ、ティム。欲しいものはいただいたし、あとは探偵コンビを捕らえるだけだが。研究データは渡したんだから、さっさと立ち去りなさい。おいおい、ユニタスに歯向かうとは威勢がいいじゃないか。ユニタス。待っていたぞ、名探偵。エリートの俺様が相手だ。行け、ゴロニャ。ゴロロニャ。行くぞ、ゴロンだ。
し、そりゃ！やったぜ！ティム、ジェシカの話、気になることだらけだったな。そうだね。ジェシカを襲った奴らの狙いは、エマの研究データ。彼らの名はユニタス。エマさんのプロジェクト名と符合する。ということは、研究所に行けば。見えてきたな。俺たちを振り回してきた謎の輪郭が。そうだね。おそらく。待て。ティム、俺はこの推測が正しいのか確かめるためにもう少し裏を取る。裏を？ああ、明日の朝、改めて情報を整理しよう。こうやって竹林を眺めているとハリーのことを思い出すぜ。やっぱりここも父さんと。ここは昔ハリーと一緒に暴れコドラと戦った場所でな。懐かしいぜ。そんなことがあったんだ。父さんとピカチュウがここで。あの時も本当に大変だったんだ。ピカチュウ、ちょっといいかな。ん？急に改まってどうしたんだ？二人きりで話がしたいんだ。うん、そういうことなら向こうで話そう。おいおい、二人きりで話をしたいなんて、ひょっとして恋愛相談か？違うよ。この町に来てからずっとピカチュウ様子が変だった。そうか、記憶が蘇ったせいで混乱してるんだよ。じゃあ一度整理してみようよ。いいぜ、どこから始める？じゃあ時系列に沿って振り返ってみよう。父さんはこの町に来た時、まずどうしたんだっけ？ハリーはポケモン暴走事件を追ってここに来たんだが、竹林への扉が閉まってたんで鍵を借りて、そこで俺と運命の出会いをしたってわけさ。それってちょっと変じゃないかな。ピカチュウと父さんが初めて会ったのは竹林だったよね。ああ、そうだぜ。だとしたら、ちょっと変じゃない？なんでピカチュウは父さんと出会う前の出来事を知ってるの？え？そう言われてみれば、確かに変だな。ハリーから聞いたんじゃないか？それから竹林でヤンチャムを助けたんだよね。ああ、俺は傷ついたあいつが治るまで離れずずっと守っていたんだ。薬探しは苦労したけどな。あれ、それは不可能じゃないかな。ピカチュウ、それはおかしくない？ずっとヤンチャムのそばにいたのなら薬を探しには行けないよね。あれ、
いたはずだったけど。薬を探す時だけヤンチャムを一人にしちまったんだっけかな。ヤンチャムが元気になってその後どうしたのか覚えてる？ああ、竹林の奥の方からポケモンの方向が聞こえてきたんだ。俺は逃げるポケモンたちの足取りから岩の向こうに何かあると。それから？岩を登って先に進んで、俺もハリーの後を追って岩を登って。あれ？やっぱり明らかに記憶が混乱してるよね。それほど違和感を感じない。明らかに不自然なことがあるはずだ。ピカチュウ、今言った通りだとしたら岩を2回登ったことになるよね。確かにそうだな。ハリーが登ってるのを見てて勘違いしちまったのかな。それから竹林の奥で何を見つけたの？コドラと怪しい二人組を見つけたんだ。そこで俺はこう言ってやったのさ。お前たちここで何をしているんだって。奴ら適当にごまかしてたが、急にコドラが襲ってきたんだ。それってやっぱり変だよ。その怪しい二人組はピカチュウの言ってることが理解できたってことだよね。確かに変だな。ハリーが代わりに行ったんだっけ？見事危機を乗り越えて父さんとピカチュウはコンビ結成。帽子はその記念にもらったんでしょ？ああ。俺はピカチュウにこの帽子をプレゼントして、俺はハリーにかぶせてもらった。ピカチュウ、帽子をあげたのは父さんで、もらったのはピカチュウだよね。確かに、その通りだ。だんだん思い出してきたぞ。すべての始まりは、あの事故からだったんだ。俺はあの日、相棒のピカチュウを乗せて車を走らせていた。すると、突然ブレーキが効かなくなって、谷底に。そして俺は車の外に投げ出され、次第に意識が遠のいて気を失っちまった。覚えているのはピカチュウが必死に叫んでいたことだけ。そうか、ここまではハリーの記憶だったんだ。どうしたのですか？怪我はしていないようですが。ピカメカ、ピカチュウ！もう手遅れです。意識が消えかけている。ピカチュウ、ピカメカ！なぜそこまでして？ピカメカ！助けるにはあなたの体が必要です。何が起こるかは私にも分かりません。
それでも助けたいですか？ビーガジ、ビーガ。わかりました。ただし、一つだけ条件があります。私の細胞が人間の手によって悪用されようとしています。その細胞を取り返してください。ミカジ、ミカウイガ。回復はあなたのこの人間への思いにかかっています。では。トマ、ミュウツーとのやりとりはこんな感じだったんだ。父さんとピカチュウは深い絆で結ばれてたんだね。ああ。ところでティム、お前 R 事件後のミュウツーとのやりとりを知りたいんじゃないか？え、あの時のことも思い出したの？ああ、ドラマの再放送を見た時のようにはっきりとな。R 事件解決後、俺はミュウツーに呼び出されてあの路地に行ったんだ。ほらよ、これが約束のブツだ。確かに、感謝します。じゃあ次は俺の番だな。その前にあなたに話しておかなければならないことがあります。なんだ、今更できないってのはなしだぜ。あなたの中にピカチュウの意識とあの人間の意識が共存しています。これは奇跡ともいえるバランスで保たれているのです。おそらくお互いを思う気持ちが実現させたのでしょう。これを無理やり分離したら。それって命の保証はできないってことか？そうですね。成功する可能性は 50% でしょう。うん。もう時間がありません。どちらを選ぶか決めましたか？ああ、腹は決めた。その 50% にかけてやろうじゃないか。ならば。おい、ちょっと待った。命の保証ができないって俺だけじゃなくピカチュウもそうなのか？あなたとピカチュウは運命共同体ですからね。だとしたら賭けに出るわけにはいかないぜ。ちょっと人間に戻すのは待ってくれないか？きっと息子のティムが何とかしてくれるさ。それに奴の成長を間近で見てみたいしな。悪いなティム、まだ帰れそうにないぜ。いいでしょう。ただ今のあなたは技を使ったためにとても危険な状態にあります。人間の意識が強くなり、このままではピカチュウが消えてしまいます。じゃあどうすればいいんだ？意識のバランスを元に戻します。今のあなたの記憶は失われます。また記憶喪失か。おいおい、それじゃあ俺の存在をティムに。ずっと父さんを探していたけど、まさか隣にいたなんて。悪かったな。もっと早く気づくべきだった。道理で言葉が通じるわけだね。ってことが最大のヒントだったんだな。なんたってお前は俺の息子だからな。成長したな、ティム。俺を探し出してくれてありがとう。これからなんて呼べばいいかな。父さんかな。ん？父さんだけどピカチュウだし。確かに他人に聞かれたら完全にアウトだな。
今までと同じでいいんじゃないか。え？俺が元に戻るまではな。そうだね、父さん。いや、ピカチュウ。みんなのためにも早く戻らないとな。父さんはピカチュウの強い思いとミュウツーの力によって命を取り留めていた。だが僕たちの仕事は終わっていない。エマさんのプロジェクト名ユニタスと奴らの組織の名前が一致した。次に調査すべきは共生研究所だ。本日はポケモン友好週間最終日。ライムシティの各地では様々なイベントが行われ、今夜ハワード市長はライムシティならではの夢のデバイスを発表する予定です。ポケモンと人間の絆を深める装置に市民は期待を寄せています。今夜か。市長は本当にユニタスとつながっているのかな。ポケモン共生研究所跡地、そこに行けば全ての謎が解けるはずだ。それに父さんの体も取り戻さないと。ああ、今日は長い一日になる。準備を怠るなよ、ティム。うん。ピカチュウ、いつもと雰囲気が違う感じ。え？どこが？なんか老けたというか、おじさん臭くない？はあ？え？ママずっとおじさんだと思ってた。あ、名探偵！そう、名探偵って感じだよ。記憶を取り戻したせいで老け込んじまったかな。うん。じゃあ俺は用事があるから先に行くぜ。用事って？まあ期待して待っててくれや。ああそうそう、コーヒー豆なかったろ。買っといてくれよ。オッケー、いつもの深入りだよね。ああ。え？ソフィア、お前。そうだよ、言ってること分かってたんだ。さすが俺の娘。ああ、いいからいいから。おいおい、行ってきます。遅いな。何やってるんだろう、ピカチュウ。ティムったら、お父さんのことまだピカチュウって呼んでるの？ああ、なんか面と向かって父さんって呼ぶのは、見た目がピカチュウだからね。言われてみれば、難しいかも。来たわよ。おい、お待たせ。来てくれたんだね、ありがとう。ピカチュウって顔が広いのね。こいつらみんな俺の射程だぜ。うわっ、いてててて。なになに、どうしちゃったの？実はピカチュウがね。ティム、そんなことはいいから先を急ごうぜ。ところでオーロラの雫は届けてきたのか？ええ、さっき行ってきたとこ。
大変だったのよ。ウーがなかなか吐き出さなくて。ここで何をしてるの？今日はハワードさんが製造ラインの視察にいらっしゃるんだから気を引き締めなさい。はい。あなたは私についてきなさい。地下5階の準備を手伝ってもらうわ。はい。あなたたち2人はしばらくこの階で待機していなさい。了解です。この扉は開けない方が良さそうだね。そうだね。ん？ピカチュウ。なんで見つからないのよ、あのウー。この辺りに逃げてきたはずなのに。大体、なんでコントローラーを飲み込むんだよ。これじゃあドリューズを止められないじゃないか。効率が悪いから、二手に分かれましょう。そうだな。俺はこの階を探すから、下の階を頼むよ。わかった。念のため、階段のパスコードを変更しておくわ。カードキーを持ってないから、行き来が面倒になるけどな。文句を言わないの。行くよ、ヘルガよっと。おい、ウフ、ここにいるんだろ。おいおい、落ち着け。そうか、お前はオーロラの雫を食ったやつか。まあ操られてたんだから仕方ないか。それよりなんでお前追われてるんだ。はあ、何食ったんだ。まったくもう、やっぱりコントローラーか。心配するな、俺が必ず脱出させてやるぜ。信じたくなかったけど、パパどうして。レイチェル、研究データについて記録する。 R 事件が起こる半年前のことだ。私はポケモンと人の精神をつなぐ方法を見つけた。こうすればポケモンを意のままに操れるようになる。まさに世紀の大発見だと言えるだろう。しかしその時点ではその方法を実現させることはできなかった。情報が足りていなかったのだ。それ以来私は欠けたピースを探し続けた。そしてついにエマがかつて行っていた研究の中にそれを見つけ出した。彼女は私の研究を危険だと言い中止を求めてきたが、知ったことではない。私はすぐに研究棟内をくまなく探させた。だがデータが見当たらない。ジェシカの仕業だ。何としてでもジェシカを探し出し、データを手に入れなければ。何だと？おう、ジェシカ発見について記録する。バンブーストリートにピカチュウたちが来るとは予想外だった。だがジェシカを見つけ出し、研究データを手に入れることができた。これで全てのピースが揃い、私の研究は完全なものとなった。
このデータがあれば精神をつなぐシミュレーションをすることができる。おう。仮説の証明について記録する。やったぞ。私はついにやった。二つで一つ、答えは二つで一つだったんだ。私の仮説が正しかったことがこれで証明された。エマとジェシカにもぜひ見せてやりたかった。もうキューブはおもちゃ同然だ。あ、は？お前たちここで何を？やべ！逃げろ！おい、待て！おい、どうしたんだ？なんだって？おい、ガーディ、何を？おい！ピカチュウ、ガーディのためにも先を急ごう。チクショ、必ず助け出すからな。やばい、奴らが来る。まさか、お前たちまで残るって言うんじゃ。どうも。ピカチュウ！よせ！ダメだ！いいだ、どうも。みんな、ピカチュウ、とうとうここまで来たね。でも、この先にはハワードさんが。私なら大丈夫。レイチェル、マーロックの正体を暴いてパパの目を覚ましてみせるわ。そうだね。おいおい、俺を忘れていないか？忘れてないよ、父さんのこともね。ならいいんだ。
あれは父さん。とうとう見つけたぞ。いいねいいね。レイチェル。パパ。役者が揃ったようだな。マーロックの裏切りを証明して計画を中止させないと。さてどう攻略するかな。ティム君、ここで何をしているんだ。謎の組織について調査しているんです。ユニタスという名の。ユニタスの調査？なぜそんなことを。ハワード市長、ユニタスには不審な点があります。不審？何を言い出すんだ。パパ、ちゃんと聞いて。ハワード市長、ユニタスは危険な組織なんです。ただポケモンの研究をしているだけなのに。ライムシティのために私が作った組織だ。危険なはずはない。何を根拠に言ってるんだね。デニス邸の盗難事件を覚えていますか。確か授賞式の翌日にオーロラの雫が盗まれたと聞いている。その事件にユニタスが関与しているんです。なんだって。オーロラの雫がここへ運び込まれた証拠もありました。そんなことも。一部の不届き者の犯行だろう。だがそれで組織そのものが危険と決めつけられても。実は他にも罪を犯しています。しかも僕たちが被害者です。僕たちは行く先々で何度もユニタスに襲われました。それは何かの間違いじゃないのか。嘘じゃないわ。私とジェシカも危険な目に。レイチェル、お前まで。マーロック、君は知っていたのか。おいおい、完全に無視してやがるぜ。お願いパパ、今すぐ計画を中止して。できない。あと一歩で人とポケモンの共生が実現するんだ。それはキューブのことですね。そうだ、ポケモンは時に危険な存在に。だから有効キューブが必要なんだ。有効キューブ。とにかくそのキューブには問題があります。それによってポケモンたちが不当に扱われているのを知っていますか。おいおい、微妙に違ってないか。キューブが悪用された事件をよく思い出してみろ。
ポケモン保護局の事件。バトラーの件だな。話は聞いているが、その彼がキューブを使ってポケモンに犯罪を行わせていたんです。バカな、キューブを悪用していたのか。あの事件ではピカチュウが連行され大変な目に。僕はキューブによって家族を失いかけたんですよ。君の言う通り、有効キューブの危険性は分かった。使い方次第なんだ。だから計画を中止するわけにはいかない。パパ！ポケモンと意志を通わせるために有効キューブは必要なんだ。ハワード市長、あなたは騙されているんです。ん？どういうことだ。キューブの真の目的、それはポケモンの意志を奪い、人間の思うがままにすること。有効キューブはポケモンとの共生を実現する夢のデバイスだと聞いていたが。ハワードさん、あなたは有効キューブという名に騙されていたんです。本当の名前はコントロールキューブ。お願いです、計画を中止してください。いや、ダメだ。たとえそうだとしても、私はエマの夢を。そんなのママの夢じゃない。レイチェル。パパ、覚えてる？私が幼い頃、バンブーストリートで迷子になってリングマが助けてくれたこと。リングマは自分の意志で泣いていた私を心配して何とかしようと助けてくれたのよ。あれはポケモンに意志があったからだよ。パパの考えを一方的にポケモンに押し付けて本当にいいと思っているの？意志を奪われたポケモンとの共生にどんな意味があるっていうのよ。パパが作りたいライムシティの未来はそんなものなの？それはママが考えていた人とポケモンの共生とは違うよ。このことを知ったらママはきっと。そんなのダメだよパパ。レイチェル、知らなかったんだ、有効キューブがそんなものとは。私が間違っていたよ。すまなかった、レイチェル。私は取り返しのつかない過ちを犯すところだった。これで一件落着と言いたいが。まだ片付いてない問題が残ってる。誰が私の計画を利用してこんなことをしたのか。それが可能だったのはただ一人。黒幕の正体を明かしてやろうぜ、ティム。ああ、真犯人はマーロックさん、あなただ。うるさいな。ハワードさん、あなたには失望したよ。そんなことじゃポケモンたちの思うがまま。ライムシティどころか一人娘さえ守ることはできないね。なんだと？マルク、騙していたのか？もうあなたは用済みだよ。
にしてもさすが名探偵コンビ、高く評価してたがまさかここまでやるとは。マーロックさん、もうキューブが使われることはありません。諦めて。あんな計画はどうでもいい。単なる副産物のようなものだよ。見たまえ。これこそが私の作りたかったものだ。これはキューブとは関係ないだって。研究室で見たオーロラの雫に隕石、そして父さんとピカチュウに関係があるのか。お前たち、私の大事な研究を盗み見したのか。どうせ凡人には何もわからないだろう。説明しても無駄だからよく見ておくんだ。なんだって。どうも嫌な予感がするぜ。お前たち無事だったのか。ピカチュウ！ん？何しやがるんだ！どうしたんだゴロンダ。ティム、あれを見て。そうか、みんな操られて。ひどひど。材料は揃った。楽しいショーの始まりだ。これがなんだかわかるか？オーロラの雫、それをどうするつもりだ？おっと。教授が言っていた宇宙から来たポケモン。デオキシスの復活だ。なんということだ。私はこんな計画に加担していたのか。驚くのはまだ早い。そうはいきませんよ。眠る男と探偵ピカチュウに宿るエネルギー、二つのエネルギーが一つになるとき、私の研究
私の夢は現実のものとなる。マーロックが…そう、これが答えだ。人がポケモンになったというの？恐ろしいこと。人がポケモンを理解する一番の方法、それはポケモンになることだ。人とポケモンの融合、これこそが真の共生だ。さあ、かかってきなさい。私にとってはあなたたちなど取るに足らない存在。これをおとなしくしていなさい。素晴らしい。パワーがみなぎってくるぞ。ポケモンとはこういうものだったのか。では外の世界を楽しむとするか。待て！諸君、また まずピカチュウを。なんだ。どうなってるんだ。あのポケモンからなぜか人間の気配を感じます。ここで一体何が。あいつが父さんとピカチュウのエネルギーを利用してデオキシスに。そういうことですか。私のエネルギーを悪用するどころかポケモンを犠牲に。Yeah!
決着がつく前に研究所が崩壊してしまう。どこか安全な場所に。そうだ、レイチェルとハワードさんはあのエレベーターに避難して。でもティノは。ピカチュウを助ける。分かった、ガーディーたち怪我をしているようだが、私はあの子たちを守る。ほら、パパも早く。あ、ティム君、気をつけるんだよ。はい。ピカチュウ。えらい目にあったが、俺もピカチュウもなんとか無事だぜ。よかった。そんなことよりえらくにぎやかじゃないか。実はマーロックが。知ってるよ、ポケモンになっちまったみたいだな。なんとかして止めないと。ミュウツーが負けるとは思えんが、俺たち人間のやらかしたことだ。ちゃんと肩をつけないとな。父さんの体はどうする？あの中だったら安全だろ。とにかく急ごう。よっ、おっと、大丈夫？ああ、ダメだ、何も変わってない。余ったエネルギーを抜いたところで、すでに融合しちまってるから無意味か。何か方法があるはず。そういえば、マーロックのレポートにエネルギーのことが書いてあったな。エネルギー？そもそもこのエネルギーは何に使ったんだ？そうだ、これはマーロックがデオクシスと融合するためのエネルギー。これを使えば元に戻せるかも。なんだなんだ、一人で盛り上がって。デオクシスとマーロックはこれを使って融合しているんだよ。エネルギーのバランスが重要だってレポートには書いてあったよね。じゃあそのバランスを崩せばいいんだな。でもどうすれば。ダメだ、その方法じゃ。あいつは俺とピカチュウみたいな融合体。バランスを崩すには外部からの刺激が必要なんじゃないか。二つのエネルギーをデオキシスに与えることができれば、エネルギーの取りすぎでバランスが崩れる。けどどうやって。それさえ分かればカプセルに入れられたお返しができるってわけだな。空中のデオキシス、壊れた融合装置、そしてこの俺、名探偵ピカチュウ。どうしたのピカチュウ。はは、そういうことか。ピカッとひらめいた。この装置の上から俺が飛び出してエネルギーを叩き込む。お、気が利くじゃないか。さあ、事件解決といこう。こいつを使えばあそこに行けるはずだ。じゃあ、例のブツを頼むぜ。ああ。はい。うん。準備万端だな。さあ、
テム。本当に大丈夫？二つのエネルギーを空中のデオキシスにぶつけるなんてお前には無理。俺がやるしかないんだ。そうだね。でもなんか他に。テイム、俺を誰だと思ってる？どんな事件も諦めず解決してきた名探偵ハリー・グッドマンだぜ。解決の糸口は判明した。あとは証拠品を犯人に叩きつけるだけだ。無茶はしないでね。任せとけって。何してんだ。そんな技出しちゃったらここが吹っ飛んじまう。急がなきゃ。ピカチュウ、始めるとするか。俺たちの体持ちこたえてくれよ。無理だ。力を使い果たしちまった。え？そこに行くのは無理だって言ったんだ。そんな。俺のためにみんなを巻き添えにするな。頑張って、もう少しの辛抱よ。ソフィアとアイリーンのことは任せたぞ。って一年前になったな。お前は立派な名探偵だ。ピカチュウ。父さんを救えなかった。
リム…何？父さん。よう、ティム。悪いな。随分待たせた。おいおい、あばらが砕けしまうぜ。無事だったんだね、ピカチュウも。ああ、疲れ切って寝てるよ。ほんと大活躍だったからね。おい、それは俺じゃないか。半分はね。そうだな。さあ、みんな待ってる。うちに帰ろう。ねえねえ、いいでしょ？今度調査に連れてってよ。私、優秀な探偵だと思うよ。どうかな。ソフィアって飽きっぽいし。そんなの関係ないもん。ソフィア、探偵は大変なの。だからダメよ。あなたからもちゃんと言ってよ。ああ、ソフィア、探偵という仕事はな。じゃあパパの秘書は？それだったら。あなた。ペカ。Huh?